Hello everyone! 留学パパです。はい、LINE アットで皆さんといろいろやり取りしてて、時々、どうやってエージェントさん選んだんですかっていうふうに聞くと、まあなんかネットで検索して良さそうだったから決めましたっていう方って圧倒的に多いんですね。まあ本当に便利な世の中になったなって思うんですけれども、ただ、ホームページの内容を皆さん結構鵜呑みにしちゃってるっていう人が多いんですよね。で僕もそうなんですけれども、まあ、ネットでいろんなその会社さん調べますよね。で中にはすごく素敵なホームページがあって、なんかこう見た目も綺麗だし、その写真に載ってるね、そのカウンセラーさんもなんかすごい優しそうだし、でなんか体験談も載っててみたいな感じで、まあ、それ自体は別に問題じゃないんです。問題なのは、じゃあそれいくつの会社さんを皆さん調べて選んだんですかっていうと、まあ、平均で言うと3社ぐらいっていう方が一番多いんですね。で中には、いや1社しか調べてませんなんていうね、ちょっと強者みたいな方もいらっしゃるんですけども、僕はですね、50社ぐらい調べて、それでこう絞り込んだ人なので、まあ、その率直な感想を言わせてもらいますね。エージェント選びにおいてネットに書かれている情報はほぼ信用できません。まあ、これは嘘が書いてあるっていう意味じゃないです。嘘じゃないとは思うんです。ただ内容が薄いというか、もう大げさな会社が本当に多いですね。僕も以前の仕事で販促企画だとかマーケティング営業とかをやってきたことがあるので、ホームページってお金をかければいくらでもよく見せれるっていうのは知ってるわけです。というよりもよく見せないとダメなんですね。皆さんがホームページを見てて、わなんかこの会社良さそうとか、なんか素敵だなっていうふうに思えないような会社は、そっちの方が問題があるぐらいです。じゃあホームページが良かったらその会社のことも信用できるかっていうと、それはまた別問題です。僕がエージェントのリサーチを始めてすぐに気がついたことをいくつか紹介したいと思います。まずエージェントには得て不得ての分野があるっていうことを理解してください。特に派遣実績については多く見せてるっていう会社がほとんどです。一番わかりやすい例は、短期留学の扱いがほとんどなのに長期留学の扱いもなんかすごくやってるように見せているパターン。皆さんのニーズが短期留学であればもちろん OK なんですけども、1年以上の長期留学をしたいっていう人がそういう会社さんにお世話になるとちょっと困ります。僕が聞いた中でこれは本当どうなのかなって思った例があって、世界中にいろんな高校があるその学校法人があってね、その代理店を務めてるエージェントに相談に行った生徒さんの話なんですけども、相談に行くとね、その提携の学校しか紹介されなかったっていう例があったんですよ。で、まあ、その人が別にその提携校のうちの1校が気になっててって言って情報をもらう分にはいいんですけども、そうじゃなくて別に何でもいいわけですよ。わからないから聞きに行ったのに、もう選択肢をめちゃめちゃ狭くされて、もうあなたにはここみたいな感じでおすすめされたんですね。まあ、そういうのはどうなんだろうっていうふうにね、もう正直思いました。あとね、こういうのもちょっと悪質だなと思ったのがあって、自分の会社がその扱ってない国とか、まあ、エリアとかそういうのがあった時に、そこをうちは扱いがないんですって言えば別にまあいいじゃないですか。でもそれを言わずに、なんかこうあなたにはこの国のここがいいですよみたいな説明の仕方をするねエージェントさんいるんですよ。あとね、これもちょっと似てると思うんですけども、高校留学は交換留学しかできませんっていうエージェントさんいるんですよ。いやいや別に交換留学以外もできますけどっていう話なんですけど、なんかね不思議なエージェントさんもいます。まあね、こうあんまりネガティブな話ばっかりするとね、本当留学パパはネガティブパパになったみたいになっちゃうので、もうこの辺でやめとくんですけども、まあ、何が言いたいかというと、そのネットからの情報っていうのは、まあ、最低限の基本情報とか基礎知識的なものを集めるっていう意味においては OK です。でもそのホームページが素敵だからとか、なんとなく良さそうっていうことでエージェントを決めるっていうのは、もうこれは本当にリスクがありますので、ぜひね注意してもらいたいなと思います。こんな話をずっと聞いてると、本当にエージェント選びって大変だなとか難しいなっていうふうに感じた人多いんじゃないでしょうか。僕もその気持ちはよくわかります。ですから次回以降ももう少し掘り下げて、じゃあどういうふうに見分けていったらいいんだろうかということを、次回はサポート内容に特化してちょっとお話をしてみたいなと思います。この動画がいいなって思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして LINE アットに登録していただくと、皆さんからの個別の質問や
相談に僕がメッセージで直接お答えします。ぜひ気軽にメッセージくださいね。それでは次回も楽しみにしてください。 See you next time!